できます。腰に手を当てている。え、牛乳と同じ速度で飲んでます。怖っ。クピクピいってる。めっちゃうまい。これ眼力決まっちゃってんじゃん。かおりん、そこにね、おつまみにね、うん、めっちゃうってつけのね、イカキムチ思い出した。ちゃんじゃだ。イカキムチ。あ、すごい。あ、これ中にキュウリとか詰まってますよ。めっちゃ美味しそう。食べたい。お持ち帰りできる感じかな。なんかおすすめとか聞いてみようか。うん。え、お土産買ってもいいですか。いいですか。お土産買ってもいいですか。え、めっちゃ買いたいです。じゃんじゃ。おお。あの噂のじゃんじゃ、じゃんじゃ、すごい有名なんですね。あの、どれが一番おすすめですか。私の一番人気はやっぱりイカが、やっぱりイカキムチ。イカキムチ。そんなに？すごい。それ食べたい。ちょっとじゃあ私も。それもそっから出していいのかな。使っていいっすよね。やったー。どうだ小泉萌香、羨ましいだろう。お前がオムライスを作った代わりに私は好きなもの買ってるぞ。もうロケの妖怪みたいな。なんか萌香ちゃんがロケ行くときいつも体力使わされるロケばっかさせられてるイメージあるわ。確かに。ボルダリングに、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。お邪魔しました。美味しそう。嬉しい、ね、嬉しい。お土産買っちゃった。ね、お土産買っちゃった。嬉しいな。イエーイ。美味しそう。キュウリの一本漬け買ってるんですよ。で、ね、ビール片手に一本漬けって、マジで本当に前だ、そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。ちょっと一口だけつまみ食いしちゃおう。じゃ、いただきます。いい音。勇ましい。うまっ。おいしい。よかったね。ここの絵面だけ治安めっちゃ悪いっす。治安。ビール瓶片手に。こういうブロマイド出したらどうです。アスマートで売れますよ絶対。まさかのアスマート。え、ミートゼリーだって。え、美味しそう。おしゃしゃだ。うわ、トマト売ってんじゃん。美味しそう。ちょっと見ません。え、桃太郎トマト売ってる。めっちゃ甘いんですよ、桃太郎トマト。へえ。こいつ推し、推しトマトです。めちゃめちゃ赤い。すごい。いろんな種類のトマトが。ねえ。おでんあるよ。美味しそう。おでん、おでんあるよ。あ、またおでんコロッケだって見て。またコロッケ。え、すごい、ね、え、でもなんかいろいろはんぺんチーズとか。ね、美味しそう。え、おでんカレーもありますよ。おでんのお酒セットなんてある。ね、あ、ここで飲めるんだ、しかも。すごい。あ、食べれちゃうんだ。あ、まだ入り口見えるんだけど。まだちょっと歩く。ちょっと歩こう。歩きましょう。ちょっと戸越銀座満喫できてなさすぎますもんね、これじゃ。まだちょっとゆっくり。あ、私言ってたの、これこれこれ。あー、米魂。米塊。あ、ベーコンだって、これで。え、ベイで、コンで。あ、そういうことか。へー、米粉パン屋さんだって。ちょっと覗いてみますか。うん、なんか買っても良さそうな感じは、うん、あ、え、玄米なんだ。美味しそう。玄米パンが絶対うめえ。クラス、うん、え、これ全部グルテンフリーなの。え、女性に優しいじゃないか。うん、なんかせっかくだから私この北極メロンパン、あ、買う、うん、買おうかな、ちょっと。もうこれ絶対食べたいから私はこれをフッとオンしますね。うんうん、あ、じゃあ私あの米ショコラがいいな。あ、美味しそう。確かに米ショコラ、うん、米ショコラ。あ、これか。うん、じゃこれちょっと失礼して。すごい美味しそう。はい。何買ったんですか、マイカさんは。私が北極メロンパン、まるでアイスクリームって冷え冷えなんですけど、中にアイス入ってる。そう、ちょっとレモンクリームなのかな、これが。うんうん。さくらんぼ入ってません？さくらんぼ入ってます。かわいい。かわいい。かわいい、美味しそう。佐藤はですね、玄米フランスパンっていう玄米のやつにしました。うん、グルテンフリーなんですって。ね、嬉しいですよね、ひなさん。あ、じゃあどうぞ、食べてください。いただきます。うんうん、
素敵。うん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 。うわ。え、甘い？めっちゃ玄米の味する。おお。じゃあいただきます。ふかふか。どっから食べたらいいのか迷うぐらい。うん、まあちょっと贅沢に言っちゃおうかな。いただきます。うん。うん。あ、ありがとう。メロンパンなんだけど、ケーキみたいな感じで。中に何入ってるの？冷たいレモンクリーム。冷たくてレモンクリームが入ってて、ちょっと果肉感が入ってて、めちゃくちゃ美味しい。私はこれ米粉ショコラ、っていうやつで、ちょっと名前だけで決めたんだけど、見た目はすごいつるっとしてる。いただきます。あら、ふかふかな、チョコレート出てきた。まあ、ショコラって書いてあるのに、あんこ出てきたらびっくりしちゃうけどね。パフォーだね。なんか思ったより甘くない。結構ビターな感じ。食べやすい感じなのかな。ここについてる。ずっとお姉ちゃん笑顔。え、とうとう。一番年下の方なんですけどね。ありがとう。本当に水大丈夫かな。今半分くらいきました。よかった。10分出口まで行けねえじゃんかっていう。結構使ったんですよ。もう1000円、2000円、ちょっと使うぞ。2000円。私ちょっと行きたい、絶対行きたいところが1個あって。どこ行こう？お団子屋さん。あ、行こう。食べよう、お団子。でしかもなんかいい感じの赤いベンチみたいなのもあって、うん、インドカレーとか。あ、インド風天ぷら。へえ、すごい。ナマステスペシャルサラダ。え、おにぎり屋さんじゃん。あ、ここ超美味しいんですよ。食べたことないんですけど。なぜなの？インスタでめちゃくちゃ話題で、私が行きたかったところじゃないか。ようやく朝ごはんが、朝ごはんが美味しいんですよ。このおにぎりのセットと、うんうん、めちゃめちゃ美味しそう。ちょっと写真撮っとこう、覚えとこうと。なんか珍しい、なんかこう具が結構多いですね。いや、なんかお団子屋さんは、ね、美味しそう。見つけちゃった、嬉しい。ねえ、ちょっとじゃあようやく発掘じゃないけど、発掘しました。ここに、これ本当はコロナじゃなかったらめちゃくちゃ並んでるお店なんですよ。へえ、有名なんだ。そんなにモーニングがね、すごい並んでる。あ、ここお団子。あ、よき。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。元気。こんにちは。お兄さん声でかいですね。あ、すいません。めちゃくちゃいいじゃないですか。これ人気なのって、元気もらえます。どれですか？人気ナンバーワン今こちらですね。おー、桜餅。桜餅のこちらになります。みたらしにしようか。あ、みたらし美味しそうだな。あ、みたらしいですね。みたらし美味しいと思うじゃないですか。はい。こっちにこしあん入りのみたらし団子あるんです。え、なにそれ。いや、もうそれはギルティーだな。こしあんなんで。え、これ食べたい。それにする。はい。じゃあ、あん入りみたしを一つと、あん入りみたらし、みたらし噛んじゃった、ごめんなさい。みたらし一つと、あんよもぎ一つと、私こちら桜餅で。桜餅で、よろしくお願いします。お願いします。ね、黄色い団子とかもありますよ。あ、きび団子。そうです。全員仲間になるきび団子です。え、私きび団子もちょっと追加していいですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、私三色団子も食べたいです。三色団子。え、散々ここまで食べてきたよね。胃袋どうなってんの？すごいね。団子やっぱいいよね。団子いいよね。ありがとうございます。だいぶ。私も小学校の時に団子屋さんがあってさ、友達とバスケとかした後に帰りに団子買って帰ってた。よし、じゃあみんなで食べましょうか。うん、食べましょう。本田さんは何にしました？桜餅です。人気ナンバーワン。あ、てかもういい匂い、風に吹かれて、こっちまで香る。ちょっと匂い嗅いでみてくださいよ。うん、もうめっちゃ桜の匂い、いい香り。ちょっとじゃあいただきます。おいしい。なんか桜のあんこみたいな箱。あ、さっきなんか桜あんって言ってたもんね。うまっ。おいしい。緑茶欲しくなるね。あん入りみたらし。いただきます。うまい。あんこ入ってる。あ、ほんとだ。うまっ。おいしい。
私はよもぎのあんこのにしました。うん、めっちゃおもぐ。うん、わ、ね、おいしそう。いい顔しますね。おいしい。うん、団子食べちゃうな。食べちゃうな。肉肉が終わりきれないところだね。なんで？一日じゃ回りきれないですね。お団子でフィニッシュだね。お団子フィニッシュ。お団子フィニッシュ。チェキショー全部使えなかったじゃないか。なんかね、1時間であんまりゆっくり見ずとも半分しか来れないっていうくらい長くて充実してたので、皆さんももしよければね、私たちが立ち寄ったお店などなど、うんうん、で感染症対策もして訪れていただけたらなと思います、うん、なんかカメラというこカメラの存在忘れてたもん。一番はしゃいやってたし、うんうん、輸入屋のおばちゃんがすごい人でした、うん、よかった。いや本当にそう、戸越銀座通り、全然全然いいんですよ。全然いいんですよ、うん、ありがとうございます。こんな感じで戸越銀座商店街は美味しくってのどかなとてもいいところです。小学生みたいな長くまとめをありがとうございます。でね、うん、じゃあ次回も見てほしいし、あのチャンネル登録と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 高評価をぜひよろしくお願いします。ではみんな、またね、バイバイ。